楽しみやお待たせこれは学園祭キングやぞお前がいやちゃちゃほんま緊張してきたわいやありがとうな脚本書いてくれるのいや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 俺何かやりたいなと思っててあそう何やろなうん一人でなやるっていうのは決まってんねんけどやっぱ脚本書けるっていうからいややっぱり役者と脚本家ってやっぱりドラマの世界でもいるわけやん映画の世界でもうん いや、なんかそうや、俺らって。確かに、なんか。教室の立ち振る舞いでもさ、うん、お前はやっぱ役者やん。で結構なんか俺に指示出したりしてくれてたもんな。実はな、裏で。うん、いや、だから、お前が学園祭でさ、一人芝居やりたいって言った時はさ、なんか俺痺れてさ、絶対脚本書かせてくれんっ,つって言っていやいや、ほんま嬉しい。いやいや、ここ、これはなんか、な、うん何やろうな、俺の将来の道ももう決まったんちゃうかな、みたいな。え、なんでさ、学園祭でさ、一人芝居しようと思った劇団部でもないのに。 何やろうなぁ。うん、なんか一回やりたいって思いついたらもう止まらんくなって。いや、なんかさ、みんなで芝居やりたいとかわかんねいけど、なんで一人芝居やりたいと思ったいや、なんかこれもう導かれるように。あ、そう、うん。でもお前という、なんていうやろうなまあブレーンというか、<ー>もう、心強い相方ごとよかった。えー、何台本。<laughs> 読んで思うと分かるけど、うもう完全一人芝居で、これは。うん、もうお前が一人やん。 一人でお芝居やってもらんだけど、なんかおもろいことやってほしいねん。もう、いや、だから、それだけで俺多分見に来た子たちはめっちゃ感動すると思うねやんか。これ何なんあ、これだ、なんかおもろいことやってほしいから。なんかおもろいことやってしか書いてない。うん。うん。いや、だから、俺、お前の、その、お前が一人芝居するときにさ、どんな脚本書いたらいやろってめっちゃ考えてさ、あ、そうや、と思って。お前なんかおもろいことやったらええねん。もちろん、なんかおもろいことやりたいけど。うん。それ、やってや。 一回、いろいろ演出とかしかけたいからさう,うんあああの本通りで本通りで何か思うことやったよ、えー、俺さ三日2晩考えて書いた脚本やから<う>結構なんか魂入ってるからおうおうそうそうそう何か思うことやったよ 台本通りでいいプーリン。うん、台本通りでいい。台本り、えっと、まず一人が、舞台上からです。はい。えどんちょ開きます。ほら、出てくる。出てきて、で、ごめん、台本見して。出てきて、え出てきて、真ん中たっなんかおもろいことやってしか入ってない。ん、なんかおもろいことなんかおもろいことプーリン。うん、なんかおもろいことやって。え プリン焼きプリンちょっと書き書きやちゃんとこういう五、うん、秒系じゃなくて一時間の面白いことやって百本書けやちゃんとなあ気象天気なるなんか面白いことやってやだそれを書けや百それが脚本や書いたやんじゃん俺三回やんいやなんかおもろいことやってしか書いてないやんけいやそんな頑張ったってプリン焼きプリンお前気象転結なるなんか面白いことやってそれを書けよそれが脚本やの 脚本家の仕事してないやんけしてるやんけ。俺、ライブ書いてるやんいや、気象結のおもろいことを書いてこいよ。それを俺はやるから。なんかおもろいことやっていや今、今なんて言った気象点結のある脚本をかけて、俺がそれをやるから。なんかおもろいことやってって書いてるやんけ。プーリン。そ、そんなんやねん。やつプリン。ちょっと、だって。俺、その、5秒計のおもろいことじゃなくて1やや、1時間のおもろいことやや書いてこいよ。書いてやんけ。なんかおもろいことやってって。なんかおもろいことやってって、そんな、お前、プーリン、 そう、ぐらいしかないやんけ。ぐらいしかないやんけ。お前書いてこいって、これ脚本ちゃうって。お前一週間後やぞ。うん。書いてこいって。書いたやん。お前、お前サボってるやんけ。お前やる気出せや。やる気ないやんけ。こんななんかおもろいことやってって。なんで気象点結なのなんかおもろいことやってんの気象点結ならおもろいこと書いてこいよ。これ脚本ちゃうやんけ。え、具体的にってこと当たり前やんけ。け,けるかーおいなんで突っ込んでんねん。どんだけ脚本が任せやねん。 いや、どんだけ俺任せやねん、これ。こんなもん。なんかおもろいことやってって、これ2枚もいらんやろ、紙。ちっちゃい字で。いや、脚本っていうのはそういうことやろ。え、どういうこと気象転結ならおもろいこと、1時間のおもろいストーリーを書けよ、俺のセリフも全部。いや、書けるかーなんで突っ込んでんねん。いや、脚本が任せすぎやろ。いや、脚本かってそういうことちゃうん。やれよ、ちゃんと。 演出もするでし。ょ、やばいって俺一人で一週間後どうすんねん。やるよ、なんかおもろいこと。リそれやめてや。それしかないやろ。なんで5秒系やんのなんかおもろいことやってて、プリンと焼きプリンの交換庫以外何があんねん。お前書いてこいよ。そうえ、なんつった今えなんつった何がおもろいこと。プリンと焼きプリンの交換庫みたいな。それ何がおもろいねん。 何がおのいやいや、想像しても思もんないんけ。いや、そこに帰んつて今、どうでもええやろ。どんな状況でも想像しても思もんないんけ。誰かと交換しても思もんないし、一人でやってても思もんないし。どそこえぐんなよ、今。今そこえぐるなよ。いや、そこえぐるなよ、今。どこへ行くんねえなんで突っ込むねん、こんな二人きりで。なんで前に、前に向かって突っ込むねん。 どうすんねん、俺一週間後一人でさ、舞台立つこと決まってんねんで、みんなの前で。そんないと俺もやってられへんわ。まさかここで揉めるとはな。俺も。お前、お前、脚本書く。お前が言うてきたんやろ。脚本書くって。書いたやんけ。脚本ちゃうねん、これ。脚本やんけ。なんか思うことやったって言ってるやんけ。だ、それってプリンと焼きプリンの交換工以外ないやろ。そう、思んないやんけ。こんなんないやねん。じゃあ、なんか思うことって何やねん言うてみろよじゃあ。それを言えよ。だから、 気象結なるなんてお前俺みたいに言えよその気象転結なるじゃあおもろいや言えるかーなんで前に突っ込むねん二人きりで。こいつないんやねんほんま。俺人生終わるって一週間後。まあ、一緒に出ろよ。一緒に出ろよ。俺もう、あの、二人でやりますって言うから、夏二人で絶対やろうな。 サーラン書いてや。二人でやるな。ちょ、ほんまサーラン書いてや。二人で絶対やる。ち俺もう毛嫌い起こしてんね。もう俺も、あの出すから。お前の名前を書いてか。ちょ、やめろよ。決まりやろ。俺も毛嫌い起こしてるから。なあ、絶対二人やぞ。絶対二人で地獄見よないやねん、あいつも。プリンはどっか、プリンはどっか。

お兄ちゃん、大事な話があるんだ。何一緒に、ジャルジャルのネタサロン入らないかうーん、それどころじゃないんだよ。というとうーん、何もにぶち当たって、なかなかこの問題が解けないんだ。うーん、じゃあ、そっちを優先して。うん。僕はネタサロンに入ってきます。うーん。いや、僕もネタサロンに入って、この問題を解決しよう。みんな、一緒にネタサロンに入らないジャルジャルタワー